はい、こんにちは。治療科の岡田裕二です。今日お伝えさせていただきたいのは幸運体質の作り方その1っていうやつをお伝えさせていただきたいと思います。まあ、要は運が良くなる、まあ、体質ですね。考え方というよりもその体質からこう運が良い体質に変えていきましょうっていうのを今日お伝えさせていただきたいんですね。で、特にまあ運の悪い方、最近ついてないことがいっぱい起こってくるとか、よくなんか事故に遭うとか、なんかそういう、あまりなんかいいことが起こってない方はぜひ最後までご覧ください。ということで、まず幸運体質は何かっていうことなんですね。幸運体質で、まあ、これいろんな定義あるんですが、私の中でのその幸運体質っていうのは、まあ、全てが勝手にスムーズに進んでいきますよっていうのが、まあ、幸運体質っていう、まあ、定義というか、まあ、考え方ですね。なので勝手にスムーズにいくっていう方なので、どちらかっていうとその何ですか、苦労とか努力とかそういうのをして頑張ってやっていくっていうよりも勝手に導かれていくっていうイメージです。もう全て自分の望む方向に勝手に導かれていくっていうのが、まあ、幸運体質っていうふうに私は考えてますので、まあ、それをするにはどうしたらいいかっていうことになってくるんですね。で、最初はね、その幸運体質は、全てが勝手に思い通りに進んでいくっていうふうにしようと思ったんですよ。ただ思い通りっていうのを入れてしまうと、要は自分の計画とか自分の考えですねをベースにしてその通りに進んでいくっていう風になってしまうので、それはちょっと違うんですね。自分の計画とか、自分の考えている通りに進んでいくっていうのは、どちらか幸運体質ではなくて、その幸運体質というのはもう要はこの運なので、自分のその想像をしないところからやってくることが圧倒的に多いっていうことなんですよ。自分の思考の枠を超えたところから幸運が舞い込んできたりとか、チャンスが来たりとかっていうのが幸運体質になってくるので、思考の範囲っていうその狭い範囲のだけで考えてるとなかなかこうはいかないので、それはちょっと違うので、その思考とね、その思い通りにっていう言葉はちょっと外して、スムーズに進んでいくっていうことを、ちょっと重視して、幸運体質っていうのを考えました。で、じゃあその幸運体質のその運って何なのかっていうことなんですよ。運っていうの、運は当然目に見えないからなかなかこう分かりづらいんですね、運って言っても。で、運っていうのは、まあ、そのネットで調べると、まあ、人間の意思を超越した働きっていうふうに出てきます。人間の意思を超越した働き、じゃあその人間の意思を超越した働きって一体何なのかっていうことなんですが、まあ、私の考え方ではこれはまあ天体の運行ですね。天体、要は星です。星の天体の運行のことを、まあ、その人間の意思を超越した働きっていうふうに定義しています。で、これどういうことかっていうと、天体の運行っていうのは、要はよく星陰陽占星術とかいろんなこう占いとかでよくありますよね。で、その西洋占星術でもインド占星術でも、まあ、他の占星術でも全然いいんですが、大体こう占いとかをするときっていうのはこの生年月日を、まあ、基準にどこで生まれて、いつどこで生まれて、どの場所で生まれたかっていうのを基準にやっていくんですね。で、そうするとその生まれた時瞬間の、要はその時の天体の動きによって、その人がどういう特性を持ってて、どういう、まあ、人生をある程度生きていくのかっていうのが結構決まってたりするんですね。で、実際それは本当にその通りで、その時の星の角度であったりとか、その星の並びによって結構人生っていうのは、その時のその生まれた瞬間の天体のエネルギーをもらうので、結構決まってたりするんですよ。なので逆に言うと、その天体の運行っていうのはそのエネルギーの働きなんですね。エネルギーの働きなので、そのエネルギーの生まれた瞬間のエネルギーの働きっていうのをそのまま受け取れていることができてると、その人はその人の自分の運命通りに生きていくっていう形になってくるので、非常に物事がスムーズに運んでいく、要は導かれていくっていう人生を歩んでいくんですね。なので、まあ、その幸運体質のまあ第一条件としては、まずその自分の生まれた時の天体のエネルギーをスムーズに受け取れてますかっていうことがまず第一になるんですね。で、そのためには何が大事かっていうと、要は自分の心のまあ働きというか、心の思い通りに
生きてますかっていうことなんですよ。自分の心をコンパスにして生きてるっていうことができてると、そういう幸運体質っていうのに、クリアしてるんじゃないかなと思うんですよね。で、それが例えば自分がこういうふうに生きたい、こういうふうにして生きたいっていうのは必ずありますの で、その通り生きてると不思議とうまくいくっていうふうに必ずなるんですね。ところが、今はやっぱり情報過多の時代なので、例えば、こういう仕事の方が安定してるんじゃないかとか、公務員の方がいいんじゃないかとか、こっちの方が給料高いから本当はこっちの仕事に就いた方が絶対的にその人の運命に近いのに、条件とか思考で選んでしまってこっち側に行ってしまうって、そうすると自分の天体のエネルギーと離れてしまうので、要は不運な生活というか、ラッキー、要は幸運なことがあまり起こってこないっていう、苦労とか努力とか必要な人生になってくるっていうふうになってくるんですね。なので、そういう親がこう言うからとか、こっちの方が条件がいいからとかではなくて、その自分が本当はどう生きたいのかっていうふうにアンテナ、それをコンパスにしてもらうと、非常に幸運体質、要は全てがスムーズに導かれていきますよっていうふうになっていきますので、まず、その幸運体質の第一条件は、その天体の、生まれた時の天体のエネルギーをちゃんと受け取れてますかっていう部分が、非常に重要になってきますので、ぜひこれをちょっと参考にしていただくといいかと思います。まず自分の心がどう生きたいのかっていうのを、自分自身で、素直にね、生きていってもらうと、その通り生きていけるんじゃないかなと思います。で、その2の方は、また、違う動画で撮っていきたいと思いますので、またお楽しみにされてください。ということで、今日は以上となります。またチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。